に進めない、そんなあなたにこそ伝えたい福山雅治さんの名言、逆境こそが芸術の種、夢に向かって歩み出すと不安や困難な瞬間が待っています。音楽の道を選んだ時も多くの批判や難題に直面しました。しかしその中でこそ真の芸術が芽生えるのです。できないという壁を見つけたら、それは挑戦の始まりだから、こそ苦しい時ほど前進し、新たな扉が開かれるのです。今あなたが心に秘めている目標が形となり、後へ続く方たちへの大きな礎となりますように。